ウチハイたちは昨年の卒業課題である分身の術どころか近術にあたる影分身の術までマスターしています。だがまだ1年ではないのか。はい、容易ではないか。前例はある。卒業させた方がイタチのためか。卒業？両親が許可すればって先生が言ってた。父さんに学校に来てほしいって。これから君たちには里からの任務が与えられるわけだ。ではこれから半分けを発表する。ごめんねイタチ君。ああいいんだ。久しぶりだね。うん、イタチ君が下人になって以来かな。あのお祝いの代わりにはならないだろうけど、こんなものでよかったら一つどう。甘いものなんて食べないよね。ごめんね、私たら勝手に。私だけでも食べようかな。食べたいの？好物に成績の上下も男も女も関係ないだ。ごめんごめん、お詫びに本当にお礼をさせて。おい、次の任務だ。シャリンガン、早く開眼するといいね。この前買っていった区内の使い勝手はどうだったい、イタチ。よそで同じものを買おうとしたらあの値段じゃ効かないよ。父からも礼を言っておけと申し使ってます。猫見つけるだけだろ。人形の創作じゃ。猫具が必要になるにゃ、じゃね。だけどよ。あんたように音をね。にゃにゃにゃ、こんなことをにゃんちゃんパリオカとにゃ。イタチ、天馬たちと合流しよう。わかりました、呼んできます。あいつがいなけりゃ。ああ、あんたが主席やったと。そんなことを言ってんじゃねえ。はいはい。一族の連中め、嫁取れ嫁取れ、うるさいんだにゃ。メス猫の尻尾追いかけてこげんとこまで気負ったっちゃね。よし、僕が行こう。みんなはここで待機。やあ。なんだ。君の話を聞いて大変共感したもんだから。まあ、一杯飲むにゃ。全く分かっちゃいないんすよね、男の魅力ってやつは。これだから女ってやつは人を見る目がない。彼女の悪口言うね。交渉決裂のようですね、小僧ども。相手になってやるにゃ。逃がすか。まずはあの機動力を何とかしないと。あの尻尾でバランスを取っているんだな。こっちはうまくいったけど。この度はお世話になったにゃ。確かに依頼通り任務ご苦労さんと。拾ってこなかったのかい。はい、風に流れて奈落に。イタチ、次に来るときはウチハの溜まってるツケをたっぷり払ってもらうからね。